神奈川新聞から、カナロコニュースをお伝えします。横浜駅西口に建設中の超高層分譲マンション、ザ横浜フロントタワーのモデルルームが、2月下旬、オープンします。横浜駅と。 ペデストリアンデッキでつながる地上43階、地下2階で高さ1 7 8メートルの複合ビルに459個が設けられ、2024年3月の完成を予定しています山北町消防団は26日、最新式の救助機材などを搭載した新車両2台を8年ぶりに新たに配備しました。 消防団司令者は日本消防団協会から交付、ポンプ車は総務省消防庁から無償貸与され、納車から24年が経過した第14分団のポンプ車を更新します。<music> 新型コロナウイルス感染症をめぐり、神奈川県は26日、発熱患者を診療する医療機関が逼迫しているとして、感染者が医療機関を受診せずに自主的に療養する仕組みを28日から導入する方針を明らかにしました。医療機関や保健所の負担軽減につなげる狙いです。選択制で従来通り医療機関を受診することもできます。 どどどどどど。<music>